はい、こんにちは。今日はね、気になる台風情報9号10号の台風の進路予想をお知らせしたいと思います。現在お見せしているのがひまわり8号による台風9号10号の衛星写真となります。台風9号はね、このまま台湾の方向に進み、中国大陸に一部かかって北上する予想となっております。まあ9号はね、日本列島に影響は少ないと思いますが、気になるのは10号の方ですね。お盆の帰省中にどうも日本列島に近づきそうです。今後のね、気象庁が発表する最新の情報に、注意してください。刻々とね、台風10号の動き変わりますので、こちらの予想を信用せず、最も新しいウィンディの情報を見るようにしてください。もちろん、リンク、こちらのひまわり8号のリンクとウィンディのリンク貼っときますので、ぜひ皆さん帰省の時の、台風の進路予想に、役立ててもらえばいいかと思います。こちらを見てね、早めの対策をしてください。こちらウィンディのね、台風の進路情報は確率的に 80% 以上の確率で当たりますので、ぜひ、参考にしてください。現在お見せしているのはひまわり8号の衛星写真の様子です。はい、では早速お盆帰省の気になる台風9号10号の進路予想見ていきます。はい、そういったわけでね、台風情報、最新の台風情報に注意して皆さん帰省してください。ではまたです。さようなら。